こんばんは、篠宮夏樹です。この動画は神戸市営地下鉄永田駅を見に行きます。よろしくお願いします。このチャンネルでは駅を見に行ったり旅行に行ったりした時の様子を動画としてアップしております。チャンネル登録よろしくお願いします。また動画の前半は地図を見ていくパートとなります。後半の方で実写の映像がありますので、概要欄にねチャプターを作ってありますので、お好きなところから再生をお願いします。それでは早速地図を見ていくことにしましょう。神戸市営地下鉄永田駅、所在地は神戸市永田区四番町となります。地図を見ても分かる通り、ちょうどね、南側に、高速永田駅があります。神戸高速線、山陽電車、阪神電車の止まる高速永田駅ですよね。道路の下を地下道でつながっていまして、乗り換えにもね非常に便利なようになっています。実際の映像でもこの通路を、歩いている映像があるかと思いますので見てみてください。あと永田駅といえば、駅の北側にね永田神社があります。この高速永田駅のホームにですね、永田神社徒歩5分かな、なんかそんなね、あの看板が出てたりしまして、この距離で5分はちょっと辛いだろうとね、思ったりするんですが、永田神社非常にね、有名な神社ですよね。なんですけど、私はあんまりね、永田神社は行ったことないかな。生田神社とか湊川神社は多いんですけどね。その2つの神社と並んで、この永田神社もね、非常に有名な神社ですよね。で、あと、地図を見ても分かる通り、学校のね、マークが多いと思いませんか。非常にね、この永田駅のこの周辺ね、学校が多いんですよね。一番近くにあるのはこの村の工業高校かなという気もしますね。確かもうすぐ名前変わるんでしたよね。確かね、高校の名前がね。あとこの辺には短大があったり、いろいろね、高校なんかも結構多いなというような印象ですよね。ので学生さんなんかがね、この永田駅、高速永田もそうなんだろうと思うんですけど、利用しているのが多いのかなというような気もしたりします。それではね、古い地図を見ていくことにしましょう。はい、こちらがですね、1961年から69年までの地図となります。ちょうどこの道路がねカーブしているところの地下が現在の永田駅の場所なのかなと思います。地図を見ても分かる通り、周辺は古くからの市街地ということになっております。街並みも今とあまり変わってないのかな。住宅が新しくなったり、ビルが増えたりとかね、そういうのはあるんでしょうけど、古くからの本当市街地だなという感じですね。で、道路を広いところよく見ると、ちょっとこうね、線がこう2本ほどこう入ってまして、これがね、神戸市電が通っていた跡なんですよね。跡というか、この写真では実際走ってるんでしょうけど、今地図の中心にあるこの交差点なんかが、山陽電車がね、地上を走っていた時代もありますので、山陽電車と神戸市電がクロスしているね、交差点がここだったのかなと思います。ちょうど電圧の関係でデッドセクションになってたそうで、その辺りでね、列車が止まるトラブルなんかもあったというふうなことを聞いております。で、実際永田駅のあったこの道路にも市電が走ってまして、確か上沢線だったかなと思うんですけど、この広い道路をね市電が走っていたそうです。永田神社はこの古い地図ではどこなんだろう。ちょうど、よいしょ。この辺りかな？この辺りかなと思いますね。ちょうどこれが永田神社のかな、なのかなと思います。いや、ほんとこの地図見ると、この学校の敷地広いですよね、この辺ね。はい。さあ、それではね、地図をもう少し時代を戻っていきましょう。こちらが1974年から78年、こちらが79年から83年、こちらが84年から86年と、どんどんとなってきます。街並みはね、あまり変わってないですよね。建物はね、新しくなってるんでしょうけどね。こちらが2016年の写真となります。いやー、この交差点ほんと広いですよね。
車でね、通るとあんまり行きたくないなっていう交差点ですね。この2つの交差点はね、ちょっとね、広いからめんどくさいなと思ってしまいます。さあ、それではね、実際の映像を見てみることにしましょう。それでは実際の映像になります。今回見に行くのは神戸市営地下鉄永田駅です。こちらの交差点は永田神社南交差点ということで、かなりね、大きなカーブを描いて、正面のね、交差点と、クロスしてまして、その前に見える交差点が昔ね、市電と山陽電車クロスしてた交差点ですね。背後には鳥居がありまして、商店街を抜けると、永田神社に近いところまで行くことになります。で、地下鉄の出入り口なんですけども、私が 今いるこちらと交差点のね、端に向こう側にもう一個と、こちら側にもね、もう一個ありまして、こちらはね、なんか赤い、ね、鳥居のようななんかね、デザインが施してありますよね。それでは早速地下の方にね、降りてみることにしましょう。階段降りてきまして、まずね、目に入ってくるのはこちらのコンビニですよね。いや、結構品揃えありますよね。そして、こちらコンビニ左手に行くと神戸市営地下鉄の乗り場となります。地図のパートでも言ったんですけども、神戸高速線のね、高速永田駅と歩いて乗り換えのできる通路がありますのでね、歩いて行ってみることにしましょう。こちらからしばらく3倍速となります。これでね、車道の下をずっとこう歩いているような形になるんですよね。結構長い地下道ですよね。久しぶり通ったんですけどね、こんなに長かったかなというのを思ったりしました。で、人がそれなりにね、歩いてまして、乗り換えしている人ではないかもしれませんけどね、それなりに利用されているところなのかなという感じです。ここから壁の感じがね、少し古い感じになってきまして、こちらを進みますと神戸高速線高速永田駅の西口になります。ちょうどね、改札前がご覧のような感じです。高速永田のね、駅は別に動画もありますのでね、概要欄にリンクありますのでぜひご覧ください。それでは地下鉄の駅に戻ります。さあ、それではね、市営地下鉄の永田駅を見に行くことにしましょう。こちらからね、コンビニの横に券売機と改札口がありますので見てみることにします。こちらがちょうど改札前の様子になります。係員さんのいるところと券売機のところ赤く塗られてるんですよね。これは鳥居の色をモチーフにしてるんじゃないかなと思います。奥の方に行くとさらに出口が2つありまして、何やら工事のフェンスがありますね。これは何でしょうか。こちらが改札の中に入った様子になります。改札の前、広いねコンコースになってまして、階段が4つあります。永田駅のホームは相対式ホーム2面2線になっています。さて、こちらのね、階段から降りていこうかなと思ったんですけども、ちょっとよく見ると何やらありますよね。ちょうど1番乗り場が三宮方面、2番乗り場が静清中央方面ということで階段があるんですけども、この2番乗り場のところに何やら石畳と写真がありました。これはどうもね、地図のパートでも言ったんですけども、昔地上部分をね、市電が走ってましたよというところと、この石畳がですね、その市電の起動式に敷き詰められていたものですよということですよね。いやー、こんなものがあったんですね。なかなか面白いなという感じですね。車の多くなった影響もあって、こういうね、市電とか路面電車なくなってしまったんですけど、また乗りたいなという感じもしますよね。それではまずは2番乗り場から行ってみることにします。さあ、こちらが2番乗り場の様子になります。相対式のホーム、地下部分のホームでは神戸市営地下鉄はほとんど島式ホームなんですけども、ここは相対式ホームの2面2線のホームになっているようです。ちょうどホームの真ん中部分にはエスカレーターとエレベーターがありました。そしてエレベーターの近くにはね、
ホームドアの設置がいよいよ長田駅でも始まるんですね。いつからなんでしょうか。ちょうど令和4年の9月や10月ぐらいから工事が始まって、運用開始は10月の初めから終わりかにかけてとなるようですね。まあ、ということはこの改札の、まあ、近くにあった工事のフェンスも、まあ、何やら資材を置いてるんですかね。それでは一番乗り場を見に行ってみることにしましょう。こちらが一番乗り場の様子になります。まあ、相対式ホームということもあって、まあ、それぞれね、向こう側のホームとあまり景色は、まあ、変わらないですよね。一番乗り場三宮寄りにはね、フェンスに囲まれた資材置き場がありました。そして、こちらずっと見てると、お、こんなところにホーム延長用のスペースが隠されていますね。さあ、それでは今回の動画は神戸市営地下鉄長田駅を見に来ました。ホームドアが設置されるとこの景色も見えなくなりますよね。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。